今日はなんと、うん、桜の歌足立哲さんを学習これ今回本当初めて聞いたんですけどすえー、などういうことレイさんの口からこの足立さんのことを聞いた記憶がないんですよね嘘ちょこちょこ名前だけは言ってた気がしますけどね桜の歌桜だからレイさんとその同期とかちょっと上なのかとかいろんなことも全くわからないしほぼ同期でデビューも一緒ですあそうなんですかと<ー>いうことは富樫と一緒です <laughs> 土田さ君も山田敏弘もほぼだからかそういう時代で,でしかもこの後と話しますけど、うん、バブル期の、まあ、出てきた漫画家バブルの青春を描いた何人かいるんですよ、うん、僕も含まれますけど彼がまあその中心にいた。 ま間違いないです。佐賀のヘルマーと二大編成。佐賀のヘルマーも相当の変態すだからヤンマガの系譜で、すだけど。佐賀のヘルマーさんの変態とはちょっと違う種類の変態です。全然。はい。だから、まあわかりやすい方の、伝統的な変態の方ですね。今回珍しくですね。あの放送前から、礼ジさんからね、指令が出て。読むなと。お前ら中途半端に手出すなと。そう。いや、これね、あの回想があって、すごく刺激的な漫画なんで。 あれその最初の印象だけで語ってほしくないところがあってすいませんやりがちです多分読んでたらやってたと思います知らない方が面白いいいや今日だから準備しててもちょっとワクワクしておりましなんでかっつうとこの作品 BS 漫画ヤワで取り上げる時に足立さんのやつ BS 漫画ヤワで足立鉄を取り上げる時にこの作品わざと外したんですよでも足立鉄さんの回はあるんですか お天気お姉さんでやっちゃってるんですよ。お天気お姉さんお天気お姉さんの前に連載してたのがこれなんですよ。それも知らんもん、お天気お姉さん。で、お天気お姉さんになっちゃったのはんでかっていう、この話もちゃんとしますんで、<laughs> それの犯人も分かってるんで、犯人,犯人の話もします。なんでそうなっちゃったのかっていうことで、まあ、とりあえず、あこの桜の歌の話、早速始めまーす。お願いします。はい、あ、えー、っとですね、まずね、この作品、どういう作品かっていうとですね、あ <laughs> のね、物語が、あのー、地獄のような日常とはいえ、 すごいいいい可愛い女の子と、はい、いい感じになってくんですよああ特に序盤から中盤にかけて、うん、彼女ヒロインとすごくいい感じになってくる主人公の暗い主人公が。<ー>っていうことなんですけど上がって上がって上がってこうなってはいけないなもしくはこ,ういうこれがバレたらやばいなみたいなことがどんどん起こっちゃうんですけど、うん、最も行ってはいけない方向に行くんですこの作品。<laughs> うう地獄に向かっていきます。で、もうめちゃくちゃエロいんです。で、その地獄に落ちていくっていうことを逆に望んでいる自分がいるんじゃないかみたいな話にもなってくるんですよ。で、その辺がめちゃめちゃ面白い。で、あの、本来自分は変態ではないって思いたいけど、本当は変態なわけ。その変態である自分自身をどう受け入れていくかって物語でもあるわけ。これ伝統的な日本文学ですね。で、この文学集が、 非常に70年代ってきた60年代的だったから嫌われてた部分もあるんですよ<ー>上の世代普通に読んでねこうなっちゃいけない、うん、こうならないでほしいっていう方にしか行かない作者の足立哲さんなんですけど、はい、68年生まれ東京生まれなんですよ、はい、でこれはもうほとんど俺と同世代 2>, <う>2個下なんですけどってことは北側と同じ同い年ですね、うん、はいだからまあ、でデビューが全く同じだったんで86年経ったんで そうなんですよ。で、二つしたってことは十八歳でデビューしてるんですよ。<直>少年マガジンで、そうなんですね。す少年マガジンの方なんですか？はい、青年誌じゃなくて、少年マガジンで最初デビューしてて、うん、このキラキラやってたんですね。ハワイトアルバムってやってるんですけど、その後、うんえー、青年誌に移ってからの大暴れっていうのがもう本格的なやつが始まるんですけど、もうなんつってもこの人はニューシーラマですよ。本当ほとんど。おうおうこの作品は非常に何が似てるかっていうとタクシードライバーが似てる。 え,えタクシードライバーに似てるんですよ <laughs> まあでもこうやっちゃいけないだろうって方向にタクシードライバーも進んでいきますからねそういう意味でうそういうタイプの作品なんですよ、うん、でこの人と、えー、足立哲さんね写真がねほぼほぼ出てないんですよ世の中にただ一回だけ世の中に出たことがあるんですよ、うん、足立哲さんにいつかっていうと、あのー、こ,れこれを連載した直後ぐらいかな、うん、に、あのー、ピエール・タキさんがファンで。 はいはいでピエール滝さんと雑誌で対談してるんですよその時に写真が1回だけ出てるまあイケメンですよあそうなんだよはい直ち何かを抱えたイケメンっていうのはもう写真からも出てる。出てるっていうねそれがね作品知ってるからそういう時にピエールさんが言ってたあの、安達さんに対してどう思ってるかっていうとあなたはドリームクラッシャーですよねドリームクラッシャーこれどういうことかご存知ですか分かんない夢を壊すってことそうですねだからまああの当時 きれいごとを言う人たちがたくさんいる。と世の中っていうのはラブ＆ピースとか、はい、うん。で、それで80年代が始まっちゃうんで、70年代のブルジな闇の部分とか汚い部分とか常念の部分っていうのを一回やめて松田聖子からの始まり新しい始まりみたいな感じとしてから行こうか。だから80年代入ってみそうそうそう。みんなあの あの、パステリに染まったんですよ。なるほど。<laughs> はい。光源のテレホンボックスになったわけですよ。<laughs> はあ、なるほど。そうそうそう。はっとしてグーだったわけです。この頃って。で、みんなが、こんな、このイメージが一番強いんですけど、同世代のアイドルがこちらです。あの、斎藤由貴斎藤由貴さんがね、同世代なんですよ。うん、で、尾崎も同世代ですからね。はいはい僕だとね。だから、この時のアイドルの清純派みたいなのがで、まあ、出てくるんですよね。まあ、おにゃんこが同時に出てきてますけど、この時って。で、えー、まあ、松田聖子からの、まあ、聖女。 を崇拝するっていう流れが出てくるんですけど、あいつらだってやることやってるよな。それ言っちゃダでしょ。うそれ言っちゃやダメでしょ,はでしょハト。うん、いやそんな嘘には騙されないぞって言って本当のことを暴いてやろうっていう、うん、要するにこれまだ、あ、このこの90年代が始まって始まってるんですけど、90年代の ATG なんですよ。うん。90年代の ATG。つまりあのエヴァンゲリオンが直後に出てきますから、ほぼ同じな同じテーマです。 ここでレイさん ATG、はい、かんない人にちょっと,、はい、G とは何かっていうとですねまずざっくりで言うと、まあ、60年代の文芸でリアルなやつっていう、うん、まあ要するにいや虚構の,あのウェルメイドなエンターテイメントと現実の,、うん現実の 違うんだと俺たちが若者があの表現したいのはリアルな本物の俺たちの姿だっていうことをやろうとしてこれが60年代70年代すごく流行るんですけどこれ世界同時に発生するわけです。 だから、これはもう忘れないでほしいのが、まあ、ヌーベルバーグ口唇切りますよね。はい。よく言うよね。ゴダールがね、うん。勝手に仕上がれのヌーベルバーグで、ジャンリック・ゴダールが始まえつ、まあ、トリフォーとかが始めると言われてますけど、うんはい、で、アメリカがもう、もうほぼ、ほぼ同じタイミングでニューシネマを始めます。出ました。はい。だから、まあ、破滅していく若者たちシリーズっていうのは、俺たちに明日はないとか、はいはい、はいね、イージーライダーとか卒業とかっていうのが、でこ、この影響がゼータガンダムになるって話はしましたよね。はい,はい、しました、ね。まあ、完全にそうなんですね。で、うん、これに、 乗っかって松竹ヌーベルバーグっていうのも現れるし ATG も出てくるわけですよ<ー>だからそれは大島渚とか出てくるんでこ,この辺がまあいわゆるこれは ATG じゃないですけど青春の砂鉄とか、うん、この後の田園リシスは ATG ですけど、うん、まあ寺山修司る作品が映画化になる時とか、うん、まあ要はこういうふうに前衛とめ ちゃんと上がってるわけですよね。で、これ全部 a. t G. ですけど、若松浩二さん。そうですね。だから、この中に日活ロマンポルノも入るんですか。日活ロマンポルノも同じ系譜です。同じ系譜で、当時は活躍してた。なんでかというと、エロさえ出せば、やりたいことやっていいですよっていう時期があったから。だから、めちゃくちゃエロいんだけど、その実はめちゃくちゃ社会派。そして、鬱屈した若者たちの本音を表現するっていうことをやろうとしてたのが。 えまあ立活ロマンポルノでもあったんで ATG とまあこれが何とかな、80年代以前に流行ってたまあイケてる若者たちだったんです<ー>イケてる映像,映像作家たちっていうのはこれに対する反発でまた次の時代が来るんですけどでも明らかにこれの影響が強いこれこの系譜なんですよ80年代経て90年代始まってんのにこの系譜で文学やろうとしてたって これどういうことかというとねこの時代ねめちゃめちゃ豊かでバブル始まってますからね、うん、だからあ世の中がものすごく明るかったんですよでも世の中は明るいんだけど俺の青春は暗いあそのささんん時が、ね、足立さんは、うん、そしてあのみんな嘘ばっかりついているで大人たちは汚れている<お>女たちは聖女に見えるだけど、はい、お前らだって っていうその気持ちが <laughs> 全部描かれていくわけですよルサンチ」までもなくてなんて言えばいいんでしょう、ね、そういうねねそ好きだから、うん、汚れてほしくないけど、うん、でもあいつも汚れんなだよなっていうその複雑な男が女に対して持っている、うん、特に思春期の男の方が持っているその気持ちっていうのがもう全力でこう出てくるというかその ATG の流れで言うと先ほどの話なんですけどこの ATG の情念臭さ 文学集みたいなのを嫌ってたのが誰かというと、うん、誰ですかガイナックスの人たちだったんですよ<ー>逆にだから岡田さんは嫌いだったんですよこれ,これが。あそう,なう文学集がそうだから BS 漫画やバではお天気お姉さんの方を選んでるへ<ー>で。だからガイナックスでは ATG 好きチームは安野さんの側で。 はい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 、で安野さんはむしろこっち側の人じゃん完全、うん、にこっち側です、ね、まあそうでしょう、ねうん、でエイ側ですけど岡田さんはもっとカラッとしたあのお天気お姉さん側に行くわけですよねでまあ本格 SF でちょっとカラッとした方向に行こうとしてたのがこっち側っていうふうにまあ分かれてたわけですああそれもあるかなでも,なんかも気質だと思う,うん、うん、で安藤さんの方がその文学 うん、その女に対する複雑なコンプレックスみたいなものを正面から出す気質だったってもともと ATG 気質なんですよねこの人ってねこの中にエヴァンゲリオンが入ってもおかしくないわけですむしろこ, <laughs> こっからエヴァンゲリオンが生まれてるって言ってもいいくらいで, <laughs> <ー>でだけどその ATG が生まれるもっと前に日本ってもうずっとやってんすよそれをまあねだから変態,か、ね、変態師匠がたくさんいるわけです、ねうん、師匠はみんな変態ですみたいな感じですよ、うん だ谷崎潤一郎のあのーえー、まあ足フェチおじさんじゃないですか足フ,、うん、フェチおじいさんだし、うん、あのなんだっけド M おじさんなわけじゃないですか、うん、でまあねこの、えー「知人の愛は」はあれですかね SM 賞ですからねほぼほぼまあ SM うんまあそうですねそうですね、うん、で一番やばいやつですよね ランプはもう椅子の中入っちゃいますからね。うんうん、でド変態性癖とかっていう超えてなんかシュルレリスムみたいになっちゃってこのド変態先輩がいてからのド変態、うん、手塚治虫が出てくるわけだから、うん、あ手塚先生もそっちなんだ、うん、完全にお仲間でしょう <laughs> っていうかむしろ直系と言ってもいいぐらい <laughs> あ,あそうですね麻弥子とかあま、ね、だから文学だから何、ね、とか大学文学部ですとか言うけどみんなド変態学部ですからね <laughs> 皆さんと勘違いしないでください。個人の感想です。<laughs> 勘違いしないでください。<laughs> 日本文学は変態文学ですからね、皆さん、ね。いや、それはもう本当にそうなんだよな、はい。それを否定するやつは何も分かってないで、文学を源氏からずっとそうだからな。そうなんだよ。だけど、それが人間、人類だし、うん、本当のことなんじゃないのっていうこと。で、それをね、80年代だとね、こんな表面的なものにしてしまうのは、うん、嘘だと。 うん、いうことでアバコーとしたのがこの作品でもあるということなわけです。なるほどね。<ー>なるほどなるほど。うそうなんですよ。うん、でね、あのまあついでにこのあの知人の愛で言っちゃうとここに出てくるナオミさん。はい。ナ、えーえー、オミ直美ですね。うんえー、でこれはあの当時ありえないくらい自由な女。 そうですねなわけですよね、うん、で勝手なことやりやりまくっていく、うんうん、でまあ、SM プレイもすると言って、うん、まあ話題になるわけですよね、うん、でそれでまあそののの時代の保守的な空気っていうのをぶっぶ壊したわけですよ、ね、だこういうふうにして新たな女が登場してまあ新しい空気を作っていくとか時代の空気を越えて変えていくっていうことが続いていくと足立さんはね 性癖としてね聖女、うん、の側が好きというよりはねむしろね強い女が大好きなんです、うん、だから「お天気お姉さん」で出てきたあの強い女っていう、うん、でこ,こ,これで言うとあのお姉さんが出てくるんですけど、うん、ここが最強の女として出てくるんですけど、うん、この女が美しくて上からでで強いんですよ、うん、誰にも負けないんですよ。 そういう女として出てくるんで,すで、うん、そういう女をあがめているというかそういう女の奴隷になろうとするところがあってはい、はい、だからすごく谷崎っぽいんですよこの人の気質っていうのが、ねうん、ところがそんな強い女が最悪の方向に追い詰められていくっていう話を書くんですこの人だからね強い女がそのやばくなっていくっていう緊張感で話が進んでいきますああその頂点からこ転がり落ちるまさにバブル崩壊をああ 女側からやってるわけです。エスミマキコ系、庶民や,やねああ。あのね本当にそうなんですで、あの幸せのひき飛行機雲っていうその短編を書くんですけど、うん、これが本当に素晴らしい。こんな話でそこでまあ話は決着するんで、まああで話しますね。で問題はですねここであのまあまだまだね斉藤由貴とかにね、うん、あの正常幻想みたいなの持ってた時は。 まだ心は生きてるんですよ、はい、でも本当に地獄のような何かを知っていくと、うん、耐えられなくなってくるわけですよねその状況に、うんえー、現実というものに、うん、だから心が壊れていくもしくは死んでいくおふっていくっていうことをこの頃から日本始めたんじゃないかなっていう感じがすごくするんですよ。だからね心が死ぬ瞬間を描いた映画あの作品ででもあるんですこれあるるんす種<う>それがねものすごく俺は面白い つまり感じなく、ね、あのだかそのこういうのがいいってどっかでオフってん、ね、感情の何かをその嫉妬とか理想とか契約とか夢とかそういったものを全部排除してるんだけどドライブマイカーでいうところのきちんと我々は傷つかなきゃいけなかったっていう部分をその,その通りですあのそのスイッチは切れる、ね、そのそ,のその通り、ね、だから本当、ねうん、そ,その通りで、うん、ドライブマイカーの主人公が死んだ瞬間。うん いや死んでしまえば奥さんが別の男とやってようが平気なんだよ平気っていうかやり過ごせるうん、うん、日本人はどうも90年代のバブル崩壊以降どっか殺したんだよ自分の心の一部じゃないかと思えるような作品なのこれだから,だからこれ三3巻しかないの明らかに打ち切られてんのあそうなんだそう,そうなんだ、うん、山形ってヒットしたら長いから,からこのあとのお天気お姉さんの方がまあ長いのね

作品になってるっててるいうかねだかこの俺心が死ぬ瞬間を描いてるっていうのがすごくまずその足立さんねさっき言った通りおりこれあの足立さんのこ,この「桜の歌を」を描いてたのが90年から91年まさにビーバージン始めたの91年なので、はい、ビーバージンがやってる時に山下でちょい前に始まってるんです、うん、だけどこの人の方が先にデビューしてて、うん、で,で早いんですよ。はいで これすぐにデビューしてすぐに「少年マガジン」で連載するんですよ、うん、ワイトアルバムって、うん、でこのキラキラっていうのがそこそこ当たるんですなんか絵柄がちょっとまた違いますねど、ね、この時は18歳で彼自身がまだ、うん、素養としては暗黒面を抱えているんだけど、うん、まだね世界をキラ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 見てるっていう、ね、でそんなわけで男たちは、はい、この女の子たちが実際、うん、実はこんなだったりすると。 っていうのを見ながら、おおあのー、まあその女に対してね。うん、どういう風に思ったらいいのか？っていうのはわかんなくなっている状態。まが書かれてんですよ。はいはい、でね、このこの作品でその聖女なんだけど、うんえー、やることはやってんだよっていう、うん、で、えー、やることやってる女性がいっぱい出てくるんです。うん、お姉ちゃんがそうなんですよ。まさにもう。 やりまくりなんです、この人。あ、その漫画のね。さくらの歌の。聖に基本な。で、まあそういう本本な方がいっぱい出てくる。ビッチなんですそう。そうなんですけど。うん、あのー、だけどまあ、このこの時期に、ちょい後に川上純子さん出てくるんですよね。で、川上純子さんの話、昔ヤンさんでしたことあるんだけど。そうですね。俺が川上純子。これ俺も前もう この話したかもしれないけど、うん、川上純子さんのね、漫画の中に出てくる最高のセリフがこれだと思うんですよ。なんでそんな体で地上にいるんだよ。もうまさに男の子が感じるやつですね。だから、これ男が女に対して言ってるセリフなんですね。訳がわからない存在として女っていうのはいるのに、うん、え姿が美しい、うん、可愛い、うん、勘弁してくれよっていう気持ちですよね。なんで そんな体でこんな地上にいるんだよって。なんでそんなに可愛いのかよってことですよ、ね。<laughs> いやいや孫だろう<や> <laughs>。パッと出ちゃってすみません。これすご,すごい、ね、これすごくこの感じが桜の歌にあ、はい、出てくるんですよ。うん、でね、あの尊い聖なる存在としてヒロイン出てくるんですけど、うん、この彼女ののがあの絵を描くわけですよね。で彼も絵を描く。 あそうなんだ、はい、だ,だから美術予備校に通うものなんですめちゃめちゃありえねっぽいんですよこれああ<ー>はいはいでねこの作品ねまあこんなふうにして、まあ、そのクラスにこれ最強の美少女ですからクラスで一番っていうか学校で一番美人なんですよ彼女、うん、みんなの憧れなんですけどマド,す、ね、マドンナ枠なんですけど、うん、もう一人その一番綺麗な先生がいて、うん、その先生と話してるシーンから始まるんですけど、うん、その先生がこちらなんですが<お>こ、はい に入りますっていう。に入るだからしばらく学校来られなくなるからよろしくねっていうふうに主人公の夫はもう絶対のいたしてるわけだだから先生はあんなだけどしてんだ、うん、いたしてたわけですよ、ね、いたしてたってところから物語始まるんですよだからドリームがクラッシャーするところから始まるわけですこれあるあるですよあるあるですよ、ね、あるあるだったわ、うん、なんかその俺の時はねそう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 そそ あ、そうなんだな。やってんだ。そう。うん、で逆にリアリズムがあったんですよ。うん、若くて、うん、ちょっとね可愛い,い系の女子女教師じゃなくて、うん、まあまあその四十代とかさ、うん、なんかちょっと、うん、全然性的対象じゃない女教師が産休に入りますみたいになった時に、ちょっとざわついたもん、ね。それはね、そのだから。 これ以上言えないけど現実なんだってことを知る瞬間なんじゃね <laughs> だからほっとけってコメントあるんですけど、うん、それは大人はほっとけむんですよ。そうでだけど思春期ってそれがほっとけないんですよね。うん、でそしてまあ足立さんといえばあの典型的に出てくるパターンがですねめっちゃ強い姉と めっちゃ弱い弟,弟って、いうこの、まあ、コ,コンビが、まあ、ずっと出てくるんですよ。で、この後、バカ姉妹っていう漫画も書くんですけど。これ、多分、まあ、まあ、本人の,あの、自伝的な感じだと思うんですよね。こんなお姉ちゃんがいたんじゃないかと思うんですよね。で、このね、あの、強いとか、超えてますけどね、ねこの間のインパクト。でも、まあ、だ,だけど、ちゃんと会社で働いてるんですよ。このお姉ちゃん。で、ヤンキー気質で、女王なんだけど。でね、でこの二人は、あれです。親が、えー、海外に行っちゃってて。 二人暮らししてるんです。なるほどなるほど。でいうね、このまああ二人の暮らしをしてるっていうで、まあこのお姉ちゃんのまああの性格まあ一言で言ってまあめヤンキーメーテルですね。ヤンキー、ね。まあなんかどうやって足したらいいのそれ。優しい保護者的なか位置にいるんだけどドヤンキーっていうか。へえー、優しいんですね、うん、優しいこと優しい。はい。であのー、まあ主人公の,この一ノ瀬くんが ひそ、えー、かな楽しみをソロプレーをしてると、うん、お姉ちゃんが帰ってきて、うん、何度も見つかるとあ<ら>そのうち<何>お姉ちゃんはもう驚かなくなって「うん、あんた、ま、しょっちゅうそれやってんのね」みたいなことを言い出すみたいな。うん <laughs> で姉ちゃん出てってくれよ死ん,でん死んでくれよみたいな感じになってるっていう状況に追い込まれて割とリアル,なリアルなやつです<ー>ですこの「桜の歌の構造っていうのは基本的に、えー、美人に囲まれている男弱い男っていう。ハーレムものなんです,ハーレムもですねで両方とも背が高くて足が綺麗でい<ー>で、まあ、ロングヘアの美人っていうでこれ明らかに性癖が出てるい。でこの二人の間に挟まれている男の子っていうのが、うん、え先ほどの聖、えー、なる女性女の子と出会って人 がだんだん近づいていくっていう物語がメインになっていくという話ですああ、つまりメインヒロインがお姉ちゃん、うん、えー、その同級者のマドンナ,ドンナ、うん、そして先生ってことです、ね、先,生先生もか先生ですか、うん、先生だから先生が結構重要なんですよそ,それでねまあ、えー、まあ女神崇拝偶像崇拝みたいなまあこれ春金賞ですねまさに春金書的なのが性癖なんですけど、うん、彼のだけどそんな妄想みたいなものをまあ 女は女神だって思,い思ってしまうけどそんなことないんだっていうその葛藤みたいな否定したいっていう男の苦しみが描かれているっていうことなんですけど問題はですねこの二人暮らしのせその家に、はいえー、コンパル夫妻っていうおじさんとおばさんがキモ出てくるこれ古谷実さんの絵じゃないですかでこの人は こういう絵がすごくうまいんですよちょっと気持ち悪い悪の強いキャラクターを描くのがすごくうまいんですけどこの2人が日本のののバブル象徴的なキャラクターとしてて出くるんですよこのコンパル夫妻はねおじさんおばさんなんだけどあんたたちの面倒を見てあげると心配だから来たのよとお父さんお母さんいないからで親族だっつってだけど本人たちは嫌がってる。んで来たかっていうとこれははは実コンパルさ この金持ちの道楽で来てる。え、そ、そうなの。遺産目当てのやつとこじゃない。お姉ちゃん狙いなんです。<ー>これ夫婦で入ってきて、して、えー、その心配してるって言いつつ、うん、実はこのお姉さんの方を狙ってるんです。そう、性的な意味性的な意味で。明らかに。で、このおばさんの方はですね。おばさんの方もしかして。そうなんです。おい,おい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 。こちらの一之瀬くんの方も狙うんです。 穏やかじゃないね。で言いながらこの二人入ってきて、うん、である夜ガラッと開けると、S.M. プレイしてるんですこの二人。この二人,人がそうなんです。そっちかい？そう。な仲良い,いんですよねき。もう現役もいいところです。まあ大阪の話のことですよね。うん、ド変態ですからこの人お姉ちゃんの下着舐めてますから。え？だからお姉ちゃんの下着を盗んでまあそのそのタンスから引っ張り出してこの人が その下着を舐めてるシーンがトラウマになってるはず皆さんこの作品の。って<え> <laughs> いうその SM プレイしながらちょっとじゃえっとそのそ別でし,してるんだけど別でこのお,おばさんないない時に、うん、そうそうそう。で、まあ、おそらく連載の都合かと思うんだけど、うん、実はこの人、うん、お金がないわけじゃないんだってことはだんだん分かってくるあ。そうなんですす不動産業やってるんですよ、うん、でそして本当の顔を徐々に表し始めていくっていうのが この作品なんでんか思ってたのと違うな学園のそういうさ三角関係とかかと思いきやそういうのも入ってる学園の三角関係で足立光が書きそうな物語が普通に始まるかと思いきや一方でその家で起こる地獄が始まるっていうでこのまず地獄の始まりはこの二人が入ってくるところから始まるわけです。で金の力でそういろんなでこれは森輔さん印象悪なるわ。 あの足立さんがインタビューでは,はっきり言ってるんですよ。山田太一から来てる。あ、そうなんですか。で、山田太一と言えば不揃いのリンゴたちでうん、うん、君ら見てないよね。あの柳沢信号でしょ。はい。で、これがなかなかそのなんだっけサブスクで上がんないんで見,い見ることができないっていうふうに言われてますけど。うんまあね、ね結構霊さん好きですよね。大学のしかもねこれ四流大学なんこれ。うんうん、四流大学生の八十年代七十年代八十年代の青春だ。はいはいはい。八十年代序盤かな。うん、でみんな。 夢を語ってんの第第シシーーズズンン、うん、だけど社会に出ると本当にゴミのように扱われてって、うん、どん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 落ちていくっていうきつい話なこれえそうなのラブコメじゃなかったのこれこれはそれぞれくっついてるんでそれぞれラブコメなんだけど描かれてる内容は四流大学の卒業生の現実っていうのいわゆるエフラン大学というなつまりそうそうそれがあの社会でどういう目に遭うかっていうのも,もう本当にきついですそれぞれ地獄です <laughs> 本当に。で、それで、あと家の問題とかももうごちゃごちゃにある。しかってじゃあ、牛島くん系なんだ、こっちは。ね。えっとね、まあ、暴力のない牛島くん。でも、それに近いことが起こってる。あ,<ー>あの、まあ、例えば。 東大生の男の子が出てくるんだけど、<ー>まあそれがね風俗やってる女の子と付き合ってたりして、その暗い部分がいっぱい出てくるんですけど、<ー>あのそのパート3にですね。パート3まだ。パート3にすごで,ですけど。<laughs> パート3にエモツさんがやっているエモ,エモトアキラさんがやっているあの役が出てくるんですよ。はい、で、ね、それがねめっちゃ金持ちで、<れ>で。 似似ててるるんんんすすよよさうわーそういうことが気持ち悪い、うん、それであのいろいろ悩んでる若者を呼んで、うん、ほんで「ちょっとお前らのためにちょっと宴をやってやるからよ」みたいな感じで呼ばれてでも「いや許せません」とか言ってその戦いを,戦いをしてあいつに文句言ってやろうみたいな感じで集まってるんだけどそこに裸の女たちが入ってきちゃうんですよ、うん、それに負けていくんですよ。つまり、えー、若い男たちが、うんうん 金と女の力で負けていくっていうのを描くのがパート3なんですよ。うん、うわ、えこんな笑顔、笑顔笑顔です。怖いね。でこれが本当傑,傑作です。このパート3は本当素晴らしいですよ。<ー>だからね理想を語りながら現実は俺たちは金や女の力で落ちるじゃん、うん、っていうことを、うん、まあ向き合わざるを得なくなってくるっていう地獄がまあ描かれるということなんですよね。 まあ、そんな感じで、そういう営業はある作品です。はい、で、まあ、まあえー、こちらの桜の歌の方の物語はですね。こちらの、えー、女の子が。が、まあ、その、えー、彼女が好きだから。はい。えー、なんとかしたいと思ってたですよ。うん,うん、うん。でね、友達がみんなで遊びに来て。はい。わーわーやってる時に、ね。うん、おめえさん。 あの子好きなんだろとか言って。今から電話して告れよみたいな。ああ、あるある告っちゃえ告っちゃえその時に、このノリは優先しなきゃいけないみたいな。あ、逆にね。俺の恋よりも、このノリを優先しなきゃ、同調圧力に負けて、彼女に電話しちゃうんですすごいね。何何なの今、いきなりみたいな。あるあるある。感じで。それもう告白しようと思ってもできなくて。いや、あの、俺、あの、映画とか好きでさ、みたいな。ああ。私も好きなんだけど。 えじゃあ,あのえ俺どんな映画でも行け,けるよみたいなこと言っちゃってだったら3時間ぐらい長い映画で誰も付き合ってくれない映画があるんだけど見,見たいから付き合ってくれないって言われるノリで誘ったらデートすることになっちゃうってこのデートがまたクソリアルなんですよ、うん、もうなんつうかないろいろなことがうまくいかないで,で彼はみんながどういう目で自分のことを見てるのか気になってしょうがない。うん あんなさえないやつがこんな可愛いやつと一緒にいるっておかしいよなってみんな笑ってる気違いないと思うああそれ外からのねあれを意識したりするね。だけどノリのいい明るいやつを演じないといけないと思うではい、はい、彼女の友達から聞いてんの、うん、あの子は明るい人が好きだよ、うん、だからこいつ真っ暗なんだけど必死で明るいやつを真っ暗なんだけど寝やかのふりをすると辛らいめっちゃ頑張らはるやんどうしようもない だけどもう人好きそなな顔してない、ねまあね、でで,でもなんとか映画やって,、うん、行ってで、なんとかその、まあ、食事して、うん、で、まあ、なかなかいろいろ噛み合わないこともあるんだけどあちょっともう一つ盛り上がんなかったかもしれないけどまた行ってもいいかな一緒に誘ってもいいかなみたいなことまで行くみたいな、うん、そでちょっともう,もうワクワクして帰ってきてもうそれでもうその辺が本当にうまくてめっちゃいい話ゃ。 どうしよう。耐えられなくなってで、彼女の家に行っちゃうんですよ。行っちゃうの夜ね。そしたらそのその日じゃなかったかな。でも行っちゃうんね。もう我慢できなくて、うん、そしたらたまたまその水を体がみたいになって、<laughs> たまたま彼女が、えー、外にあの買い物に行ってお菓子を買って帰ってきた。帰りだったってことにだから出会うわけよ。出会っちゃうんだそう。その時のね。あのこの名シーンの話、ヤンさんで一回してると思うんですよ。<ー>彼女が何を言ったかっていうとこんな感じで。 アーモンドクラッシュなのだっていう、ね、これあの名シとして有名です。初めて聞いたけどね。なんかでも <laughs> グリコポッキーアーモンドクラッシュなの、へー。この当時ポッキーが、うん、アーモンドクラッシュが出るんです。うん、で、普通のポッキーじゃないと出たと。はい。うん、でこれを買ったのが嬉しいんだっていうのを彼に言うわけ。はい、うんうん。こんな瞬間がまあ正なる瞬間として描かれるわけです。はいはい、で彼はそのその後家に帰ってこの真似をするんです。彼女の。 頭のの中でなクラッシだが <laughs> え主、うん、主人公が主人公がだからこの時にもだからそんなに悪い感じじゃなくって別れるんだけど家に帰るか,爽やかにかれて何も別れるんだけどもう気持ちも手やまして「うまくいったかもしれないけどダメかもしれない」って言ってもう耐えられなくなって「お姉ちゃん一緒に寝てくれよ」っつってお姉ちゃんの布団に入るっていうはその辺がもうで出てくるんですよ。 なんかこ,のこの人の性癖の中にある、まあ、姉ちゃんとっていうこの関係が実はちょっと危ういよなっていう姉ちゃんの方は相手にしてないんだけどこっちの方が姉ちゃんのことをどっかで女として見てるところがあるあるんやそう。うっていうのがこの辺からちょっとちらちらと出てくるのがすごいんですよ。これれ今どらららいですかい巻巻ぐらいいいででですす、ね、か巻2巻巻巻巻まままってそれでもう一人キー,あのキーパーソンが出てくるんですけど。はい いや主人公よりも暗い野平ってやつが出てくるんですよ。あでこの人は本当に,にあのいない人にされてるはい、はい、暗すぎて、はい、で自分自己否定で生きてる、うん、でみんなが自分のこといないと思ったらいいと思ってるみたいなだから誰もいない一人ぼっちになってようやく安心するみたいなところの地獄にまあいるんですけど、うん、彼は実は映像が大好き映画が大好きっていうやつなんですよ。いいこいつと実はは、えー、主人公の一ノ瀬は すごく似てるってことが表裏の関係だってことが分かってくるということなんですよ表裏はい、で、そうそうなんですよだから、まあ、彼女とお女の子と喋って明るくデートとかしちゃう一ノ瀬と、うん、一ノ瀬の中にある暗い自分っていうのが野平っていう関係性で出てくるんですけどこのああのー、まあ、聖女と醜い男っていうパターンがお天気お姉さんでも出てきますね 山岸ってと完全にそうですね<ー>だからお天気お姉さんはファンキーなお天気お姉さんセクシーで誰、うん、みんな憧れて強い女なんだけどそれのカメ子としてファンとして彼女を崇拝している醜い男として出てくるのが山岸ですよね。<ー>だからこのこの関係性岡田、うん、さんはこの山岸が大好きで<ー>山岸に乗ってましたって言ってましたね。彼彼が必死に彼女に女 近づいていくっていうかそういう物語がお天気お姉さんなんですけどこちらの方は野平の暗黒な青春がどうなっていくのかっていうのを残酷に表現されていくというねこの残酷さ加減がまたすごいんですけどね。で、えー、かこの野平が言うんですあいつらも可愛い,いあいつらもやることはやるんだよなみたいなことを言うんですよ。れれてていいくくだからああんな何であんなに綺麗な女のかわいい女の子たちはこんなに世の中にいるんだろうって話してる。 でもあいつらもやることやるんだよなっていう非常にシニカルな目線で見てるんだけどこれは主人公も同じふうに思ってるっていうわけなんですよね。で彼自身が気持ち悪いって言われる地獄の中にいるんだけどそれは主人公も実は一緒だったっていうことなんですよね。でこの物語はこういう感じで展開してきますす、えー、三三先先生先生ががななんんんとしててて戻戻っっっっききちちゃたたそそののうででこす。 でそして、えー、本人は三田先生美術の先生美術の先生なんだけど僕はあの美大に行きたいなと思うようになったんですよとでだから、えー、美大受験のために予備校行こうかなと思ってるんですけどっつったら私が教えてあげようかって言いだして「やばいやつなんです」でまあこの中村真理さんで、ね、ヒロインとのデートがあってって言って流れの中で、えー、最後の文化祭でなんかやろうぜっていう話になるんですよ。 みんなで映画作ろうぜっつって野平がカメラを回して、うん、みんなで映画を撮って彼女が主演になってっていう展開になっていくっていう、まあ、典型的な展開なんですけど、うん、これ夢のような青春が始まるんですけどこの先生のとこに呼ばれていったら、うん、まあ断れないですよね、うん、で先生が、うんえー、モデルになってあげるっつって、うん、先生が脱ぎ出します。そんなことあんの でいでそこはさまあまあ、まあ、そしたら先生の旦那が帰ってきちゃいますえっでこの子に絵教えるからちょっとどいててみたいなこと言われますおでこれ何が起こってるかっていうことなんですよコンパルさんなんですよえコンパルさんはこのコンパル夫妻のこのおじおじおじさんいるじゃないですかどういうことコンパルさんが起こってるってどういうことコンパルさんはさっきの社長でしょいやおじささんん。んでしょんうん、コンパルさんが 不動産やってて、はい、で、まあ、投資とかいろいろやってて、うん、手広げやっててそこでちょっと、うん、あの失敗をした男がいて負債、うん、を抱えてると、うん、とんでもない負債を抱えてて、うん、地獄に落とされそうになってる、まあ、伏島君ですね,なるほどねそれが先生の旦那なんです、うん、あだからこのまんまだと地獄に落ちるでだからこの人のの言うここと聞かななきゃいけないけ人が何を言うかっていうとあ<ー>うちの息あの甥っ子があ,あんたの奥さん に、け、まあ、好きみたいだから、うん、女を教えてやってくんないかと。腕下ろしを頼んだわけだ。そう、それと同時に、え、え、あの絵描きになるとか、美大に行くとか、っていうのは諦めさせてくれないかっていう流れになるわけです。あ、色仕掛けで。色,けで色に溺れさせて。そうなんです。すごいな、珍しいな。美大に行くか、<あ>えー、うちの不動産に、な、行くか。だから、美大に行くなんてくだらないこと考えずに、もう不動産、と、えー、地上げ屋になって、まあ。 転がしてった方がいいんだということで、もうそっちのエリート教育をさせたい。甥っ子に。子供いないから。すごいな、もうヘイトの貯金がすごいですよ。まあ。うん、<今>そうでしょうん。そうそうそう。でも、で追い詰められていくわけですよ、ね。はい、で、こっちはこっちで追い詰められていくんです。もうだから、流産<ー><こ>もして。そうです。それで旦那はもう、あの崖っぷちにいると。ですね。それで、いろいろな、あの弱みを。 まあ捕まれてで先生と生徒が、うん、ええー、まあ先生の裸をかくっていうことになるんですけどはいその先に行っちゃうんですえこいついたしちゃうってことでそその時に、えー、中村麻里さんは、はいえー、オペラにのコンサートに一緒に行かないかって誘ってるんですよそれを断ってこっちにいってしまいすあ、はい、そう,う,あそ,うその中村麻里さんはお金持ちなんです家がそうなんで,で実はその中村麻里さんのおお父さんにもこいつ金貸してたりする。 実はコンパルコンパルは「不揃いのりんごたち」のパート3まんまエモトさんがやってた役そ,そのまんまの、えー、これがまさに当時の,あのバブル期のこういうおっさんいたんですよ本当に。の象徴つまり汚れた大人の象徴として出てきてこいつの力によって自らがズルズルと聖なるものから引きずり下ろされていくという展開になっていくっていうのが、まあ、この流れなんですよね。

でお姉ちゃんはあんなやつと仲良くするなって言ってんだけど、うん、ちょっと仲良くしてるんですよ。まあ親父とい,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 いうことでだけどそんなんじゃダメだって思ってんだけど、うん、まあまんまと彼のまあ,あ作戦に乗ってしまって一方でまたこれがまたその足立鉄マナーなんですけど、うん、この先生いるじゃないですか、はい、あのあこの先生か、うん、先生あのー、生徒といたすわけじゃないですか。うんうん、これが 先生の中の中何かを目覚めさせてしまうんです、うん、ああ、やばいねそんで花が咲いろいろとガチャガチャ言っているこの一ノ瀬に対して、うん、もういいじゃないって美大とくだらないこと言ってないです、うん、ワンちゃんにでもなってみるっていうわけです私のの犬になりなりさいって言うんですこの先生が、うん、そしてそんな二人を、えー、クローゼットの中から取ってる男がいます <お>カメラでで<え><だ>動画をまさかのなんでいいのそうですでこれはのひらと共闘してこいつも分かってるんですよだからおため楽しむために撮ってるっていうああ<ー>っていうことをやりながら一方で中村麻里さんを使って、えー、映画も撮ってるというスーパーヒロインと裏の世界、うん、両方とものひらがカメラを回してるんですすごい ななんかすごいなそして野平が撮った作品をみんなで見ると、うんうん、最高傑作傑作だってことが分かるこれすごいめちゃめちゃ出来がよくてそうそうどういうい関係ないんでしょ,、まあ、でしょこの2人とは。 マリーを使った青春ののページみたいなのを撮ってるんでですよ、うんうん、でそれを編集した野平が作った映画がみんなで見ると素晴らしかったと、うんうん、でこれじゃあ文化祭で上映するというそこで青春の一区切りをしようかなと思ったというところで全校生徒のの前でこいつ映映画を上映すると、うんうん、一方で先生と暗い何かをしてるんだけどこれで決着つけられるんじゃないかと思ってるんですが、うん、打ち切りが決まったらしいんですよねこの辺りで。

幸せを積み上げていくがゆえに、うんうん、リアルな崩壊劇っていうのが、うん、じわじわとこう盛り上がってくるのがすごいでしょ、うん、割と結構崖っぷち歩いてましたけどね崖っぷちですだけどこれすごくあの時代なんですよ、うん、あの時代の青春なんですよこの後あの時代の青春こんななの <laughs> 大変な,の <laughs> <う>なんかでもねだいぶレアケースだけどまあでもまあまああのね俺結構近いもん書いてるんで。 あストリッパーもそうだったし、まあでもなんかその別に設定としてそのなんか超非日常ではないと信じさせるリアリティはありますね、うんそ。それは多分その彼自身が体験したことを積み上げてるんだと思うんですよね。あとその細かいそのなんつうのかなあのあの心理描写がすごく冴えてるね。うん